上り石垣は、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、朝鮮半島の和城の防備を固めるために取られた石垣武神の手法である。縦石垣とも言う。文禄、慶長の役において、大名たちの信仰の拠点として、朝鮮半島に和城が築かれ、その多くは日本からの補給口となる船着き場を確保するため、海岸や河川に近いところであった。 本丸と天守は、見晴らしが良く、防備のようとなる小高い丘や山の上にあったが、兵の居住建物等は、補給口に近い平地にあったので、その間の侵入を防ぐため、本丸と港を取り囲むように山腹の両側に、日本式の石垣を築造した。これを登り石垣という、山腹からの敵の侵入を防ぐという考え方は、 中国の万里の頂上に通じるものであるものの、戦闘員保護のための局地的なものだった。また、追記の形態はほとんど平山城であり、車の形態としては連格式、橋五角式、輪郭式などがあった。なお、日本軍の撤兵後、天守や矢倉は破壊されたか破損して消滅したが、上り石垣も含めて天守台その他の石垣はほとんど現存している。 ただし、城によっては、石垣の各部数箇所が破壊されている。最も長大な上り石垣は、熊川城にあり、山頂の本丸の北側の上り石垣のふもとまでの、長さは600メートル、南側が400メートルである。近年、中国、朝鮮半島、日本の築城交流史をうかがえる貴重な遺構として、韓国でも調査、研究が進んでいる。 麓の二の丸と本丸の間を結ぶ、上り石垣がある、松山城米子城の上り石垣安骨補城にいた、加藤義明や脇坂安寺など、朝鮮半島から帰国した大名が、国内での築城や、改修の際、その手法を用いたとされるが、一国一条例や、明治維新前後に破却された城郭が多く、上り石垣の歴史的過程については、 気づかれた箇所などを含め、まだ十分に解明されていない。蒸気の城の時代より遡る中世上閣にも、上り石垣城の遺構が存在した。ありがとうございます。